ピアス、ひよこむらです。ゼロ、姿勢の声を引き続きからやっていきたいと思いますよ。さあ、前回は、何をしていたかな？プレイするのも1ヶ月ぶり。ゆうさんのパートが終わったんだよね。それからなんですか。俺は建造関連はしてんのかな？びっくりした。お前こんなとこにいないよ。怖いやん。よし、じゃあ話しかけてみれば。ごめんなさい。ほっとして。いつものことしか言わないな。やったっけ？やったような気がしなくもないんだけど。俺はまたここで無駄な時間を使うね。気絶なし。あ、気絶なし。手に入れてるから、もう多分寝ていいな。これが最後、言うなやで手に入れたような気が。ここで自分を信じれるかどうか。俺は基本的に自分を信じれないんで。自分の記憶なんて、すぐなくなるから。でももう行ったれ。11の子かな。牢の中の女性はまだ目を覚まさない。目は開いてたけど。2階へ回り込めば牢のある場所へ行けるのだろうか。2階ね。よし、行ったろうじゃねえか。そこのアイテムだけ拾っていこうかな。私が今これをやっている時に、もう月編みの新作はリメイクは発売しております。マジか。あれ、回り込んだらやべえのが取れるってやつじゃないっけ。あー、フィラメントの反応。アイテムは特になしかな。血もつかんでも特になしっぽいね。じゃあ反応してるとこ、これだな。あまねちゃんかなぁ。あ、間違えた。無駄に取った。あ、嘘、これ始まんの？つか俺、ファイル読んだっけ？あ、これじゃなくて、久しぶりすぎても何も覚えてねえ。ちょっと、整理がてら読んどっか。
隠された社、封印された社の周囲にはすまじい正気が満ちていた。それは扉が開いたことにより屋敷中に溢れ出してしまった。封印を解いてしまった今、もう頭乗りはできない。社の祭壇には以下のような文字が刻まれていた。巫女のひらげを刻みし、蛇の目を備えよう。しゃ。戸が内の間。壁一面に無数の赤い人形が打ち付けられていた部屋、屋敷に残されていた古文書によると、あの部屋では人形を打ち付けることにより、屋敷の奥にあるものを沈める役割を持っているらしい。その儀式は戸が内と呼ばれ、沈めと呼ばれる少女たちが儀式を行うんだそうだ。書庫の奥の祭壇。のれんにある部屋の2階は書庫になっており、多くの古文書が保管されていた。その奥に一つだけ祭壇が設けられた本棚があった。何かを飾っていたようなその書架には、至高の墨を持って記されし、戒めの義文書を収めようと刻まれていた。難しいこと言わないで。水上の失踪事件。写真に写り込んだ男性、おそらく牧村真澄氏は3ヶ月ほど前に水上玉の建設予定地で行方不明となっていた。彼を探しに行った婚約者の女性もまた戻らなかったという。水上地方ではそのような行方不明事件が多発しており、神隠しと噂されているらしい。人物、ミク。子守歌を歌うミクの後ろにあのアマネという三つ編みの少女が見えていた。ミクは私より強くあの夢とアマネという少女の影響にされている、影響をされているのだろうか。兄を残してきたと彼女は言った。それはアマネの言葉だったのだろうか。それとも彼女自身の言葉だったのだろうか。両方ですかね。ああ、ミスった、いい言葉した。助けを求める少女、ミクに助けを求めていた三つ編みの少女ミコ。彼女は屋敷の奥にある書物蔵の3階に隠れ泣いていた。兄の名を呼びながら。聖の御子、夢に現れた全身に青い姿勢を刻まれた女。社では彼女に姿勢を刻む儀式が行われていた。書物等に残る通り、彼女は人々の心の痛みをヒイラギとして姿勢に刻み、引き受けているのだろうか。この悪夢は彼女自身のヒイラギなんだろうか。ってとこです。かね、ああこれ発生するんだ。どこに行きゃいいんだ。なんとなくで上に来ちゃったけど、ちょっとまだ早いかな。拾っといた方がいいのかな。でも戻ってくることある？分からんけど行くか。ここな。あ、これ削るじまいか。何か鍵が必要かな。ちょ、行かしてよ。近くには何もなし。そこに行くための何かをゲットしなきゃな。それか一回社に行くか。でどっから行くんだ。どういったもんかな。どこがどうつながってるんだかもう全く記憶にない。戻るか一回。あ、てか今ならフィルム見れるぞ。あたいに見させてや。何にも映ってないよ。
何にも伝えない。なんだ俺。未存じゃん。あ、そうそう。この辺に来たかった。で、3階か?上やな。上なんだけどね。灯火欲しいね。白黒すぎて、わからんもんね。一応、アイテムはないか。まあ、おとなしく上行くか。任せろ、助けるよ。戒めの義文書。うわ、これ読めねえ。何が、カゴ。何なんちゃらカゴ舟乗せて。わからん。読めんぜ。揺られて、くぜなみやに祭り、生、火、立ちて、刻み、刻み、ひいらぎ収め、蛇の目に声を刻み、自ら砕き、砕きて、思い流すべし。四魂の儀終わられば、終わらば、死生儀うがちて、戒めの儀すべし。苦音に沈めて、狭間に眠り、至極に、こもり?なんですか、これ。こもりて、苦音にひいらぎ、沈めるべし。本の最初に書かれた歌のような文章の他には、濃い赤色の墨で刻まれた名前のようなものが無数に書き込まれている。血じゃね?ああ、助かります、それは。よし。からの?わあ、人やん。わあ、人やん。ここか。つうことは戻るか。やべ、なんか来たわ。やべ、なんだ、なんかが来た。うわ、見えない。うわあ、お前かい。死んだし。調査役なんですけど。はい。巻き戻し自体はあっさり終わり。拾ったアイテムはなくなり。あいつが来んのか。いろいろ開けまった分、マジでなくなったな。されるだろうけど、1時間分ぐらい。こっから。ちょっと昼間逃げるか。くっ、その動きが急すぎて。
誰にもあいつを止められねえ。ここに、あ、置くのか。あ、で、上のとこは行けるようなんだか。やべえの来たな。ちょ、で、登ってる最中はなしだろう。やめろ。おが、こう拾っとくか。やべやべ、拾わせて。拾ってる間はなしで。ねえ、違うじゃん。それは。ぶねえ、あいつ。よっしゃな。あー、来たー。あ、いや、襲ってくるのかい。あー、恐ろしい。どいつもこいつも殺意高いっす。あ、いなくなってる。とりあえずローの中見るかな。これやね。女性が倒れていた牢の中で何かは光を反射している。獣の一部に何かが縫い込まれているようだ。何の鏡ってものこれ。古い鏡の裏面にまるで蛇のように蛇の模様が刻まれている。はあ。で、蛇模様の日記。父も母も弟もみんな向こう側へ渡ってしまった。私だけ残ってしまった。要さんといけなかった。あの時のように。あの、階段とか登ってた男の人が要さんだね。クゼのお宮様からお迎えが来られた。引き受ける者がいなくなった柊を持つ者が、巫女となり、だからこれな、何て読むんですか？気肌？立ちをすれば、同じ痛みを持つ多くの人々が救われるのだと。でも一度巫女となり、ヒイラギを刻まれると、もうお宮様の外には出られない。村のすべてがなくなってしまった。父も母も弟もみんないなくなって、私一人だけ生き残ってしまった。もう私には何も残されていない。もう会わないと決めてしまえば、それで私も苦悩に眠ることができる。たくさんの同じ痛みを救うことができる。うん。うん。後ろの奥に。要さんが、お兄ちゃんだね。ちゃんだし、巫女の思い人だし。ここなんだ。要ちゃん、どうしたの？なんか沈めの一人。あいつ襲ってきそう。誰かヒント、あまねちゃん助けてくれ。階段降りるの失敗するよ。絶対こんなところじゃないよ。お外ですかね。また社の方か。争いはこのマンモンで。血を流そうとするな。私は誰も傷つけたくない。どうや。お前か。
何？木に一体何をした？ここにアマネちゃんを貼り付けにしたか？どうした？取り損ねた。そして敵だ。いや。やばい。また無限残毒。うわー、無限残毒だ。気持ち悪い。離して。くっ、ひどいことしないで。エロ同時みたいに。何？どこ行った？どこ行った？おーおー、いた。やべやべ、また。やべ、動きがわからん。やられるー。動きをする。ああ、ミスった。ああ、くそ、今だったか。タイミングが分からん。この手を避けることは可能か？てか今のうちに取るのか。回復しよう。あっという間に回復どこでも使うわ。邪魔だなこれ。え、あ、もうこれなすべなくやられる未来が見える。ウリーってした時だな。で、これまたコンボ見れないのか。今の移動中は無理。あれ、遅かったか。あー、しかも切れちゃったよ。見づら。うん、ちょっと絵的にやっぱ色があった方がいいね。壁と同色になるんだよ。やめてくれよ。よし。意外と、動きさえ分かれば。あそこに鏡を置くのかな？俺は一作目のオマージュを感じるような気がしなくもないけど、知りませんけど。アイテムがある。まあ、とりあえず拾えないから一緒鏡置くか。何ですか？ごまろ
読めません。密教に関連するような仏が並んだ祭壇の中央に丸い板を置くような台座が置かれている。台座には何か小さな文字が刻まれている。白飛びして何も見えません。巫女の柊を刻みし蛇の目を備えよう。霧の鏡、石、何、奥ののれんの方から何か音がした。のれんを固定していた仕掛けが外された。ここは取れるかな。ああ、中に入れる。まるで手術台のような石の台座があり、その奥には社の奥に向かう扉が見えている。おう、行きますか。あれ、どっか入り口がある。こっちじゃない。あ、ここからね。本当だ、確かに手術台みたい。ここで姿勢を刻んでいたのか。赤や紫のセミナーとか、やっぱここで刻んでたんだ。奥には何が。うわ、セーブしていいけど、あーてかいたんだけど、くそ、マジで何もうまくいかねえ。いや、初見じゃ無理よ。もう助けるよ。うわ、なんだ。うわ、奥へ奥へ行ってるね、もう。17式。いや、もういよいよって感じになってきたね。渡れん。こうか。ここで行くの？怖っ。丸太だよ、もう。どこ話してる？ああ、ポイントチャンス2個も逃したよ。下にいるね。あまねちゃんにお仕置きするしずめたち。逃げる気なんてさらさらないよ。アマネちゃんだ。ああ、お仕置きを受けている。こいつらか。三人がかりですか。きつ。一回書いといて。いや、くえ。やばい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 。これマジ一人に聞い取らせてもマジ無理だ。ゆっくりな、いっぺんに来い。わからんわからんわからん。攻略方法はわからん。しないで。なんかちょっとこのままにしとくか。俺には分からんからちょっとずつダメージを与えよう。
これ一人が来てんな。ヘイガール、ダメージ与えてやんぜ。失敗した。ダメージ与えられるぜ。来るぜ。ああ下から来る。わあちょっとずつ与えて。あるいねふいねえ。よしよしよし、あ、食らわずに済んだ。逃げ回ることしかできない。お仕置きよ。お前もお仕置きよ。足元くれる。とりあえずダメージを食らわないことの方が大事。ちょっとずつ食らわせればいいんだからって自分に言い聞かせる。俺後ろに回り込まれると非常に厄介。サイドから挟まれたら終わり。やっぱりこっちが好きだ。一人やった、二人目、あと一人。これ一番最年長の子じゃないじゃないな。よっしゃ。しんど。ほんで。これ。あーまあ。赤く染まった地面に杭が無造作に打ち切られている。そうだよな。だって、これ杭打ち切られたら打ち切られっぱなし。人って、骨になっていくよね、そのまま。うわ、奥に。お兄ちゃんに会いたかった。かなめちゃん、かなめちゃんつっちゃった。お兄ちゃん、兄さんと重なるね。お兄ちゃん、真冬兄さん。行かないで、それ以上。そっちは、そっちはダメ。行くしかねえ。ごめんなさい、私。あの時。兄さんを置いて一人で。でもあれは一人で逃げるしかないか。そっちに一緒に。ミク、はい。ってところですかね。ここがなんだっけ、若干濡れガラスに続くところになるのかな。はい、まあ疲れたんでやめますね。ご視聴いただきましてありがとうございました。いよいよもうクライマックスですかね。はい、ひろこねでした。さよなら。